ハールク島、ハールク島はペルシャ湾に浮かぶイランイスラム共和国領の島と綴る場合もあり、この場合、ハールグ島と呼ぶ。また、日本では英語の綴りからカーグ島とも呼ばれる。イランの沖 25km にあり、ホルームズ海峡からは北西に 483km の位置にある。隣接する沿岸のブーシェフル州の行政下に置かれている。 1986年に完成した世界最大級の石油輸出用の港があるがイラン・イラク戦争中に爆撃を受けて大きな被害を受けた。被害の復旧は進んでいない。かつては良質な天然真珠を産する島としてアラビア語の地史に記載されていた。ブーシェフルの北西約5 7トル、対岸のバンダレリーグからは約3 5トルの位置にある。 ペルシャ湾に浮かぶサンゴ礁で囲まれた島。厳密には大小の二島からなる。気候は雨季と寒季があり、寒季には非常に暑くなる。寒季は3月に始まり、約8ヶ月間続く。気温は季節に応じて摂氏6度から摂氏46度まで上下する。雨季の平均気温は摂氏17度だが、寒季は32摂氏36度になる。 雨季に入る時に涼しい風が吹く。二つの島のうち、大きい方のハールク島は、南北8キロメートル、東山4キロメートルほどの広さ。平均海抜3メートル。なだらかな島で、平均勾配が10度から15度の間である。物見山という名前のついた島の最高点は、海抜87メートル。かつて、昔はここに灯台があった。他に、島の北部に、 カンムリ山と南部に兵隊山などがある。小さい方の島の名はハールグであり、昔からここに住む住民の呼び名である。なお、地元の人たちはスンニハである。1920年代まで天然真珠は高値で取引されていたが、1929年の世界大恐慌により、真珠の需要が消し飛んだ。さらに、ペルシア湾の真珠産業にとっては折りやしく、 日本で真珠の養殖が成功し、1920年代から三木本幸吉らによる養殖真珠の量産が本格化する。1920年代以末にはニューヨークやパリといった真珠の代消基地に日本産養殖真珠を販売する店が出店されるに、至り、ハールク島を含むペルシア湾の真珠量は壊滅した。天然真珠漁に代わって有望な産業として台頭したのが、 石油の輸出、積み出し公湾としての役割である。1956年に、からパイプラインで引き込んだ石油を貯蔵するための施設の建設が始まった。1959年に完成した原油貯蔵施設の運用開始。1970年代半ばには大規模な石油ターミナル3つと天然ガスターミナル1つを有し、 50万トンまでの大きさのタンカーがターミナルを利用できるようになった。その結果、ハールクシマはイラン製石油の主要ターミナルとして、また世界最大級の設備を要することとなり、1980年代までイラン製石油の90%を取り扱った。しかしながら、1980年から1988年に、 かけてのイラン・イラク戦争で、イラク空軍により2800回以上に及ぶ空爆を受け、1986年の秋にはほとんどすべてのターミナル施設が破壊され、使用不能になった。1988年の終戦後も復旧は、父として進まなかった。なお、戦争中にハールク島に係留されていた船が、損傷を受けたことに関連して、 イギリスの契約法に関するハンデーザ・カンチンジャンが1991ロイーズレップ391が出た。2009年にイランは9億5000万バレルの原油を南ハールク石油ターミナルから輸出または取引した。2012年のイランの原油の約98%の取扱いがハールク石油ターミナルで行われた。工術のようにかつては ヘレニズム時代の墳墓跡がハールクシマサイコの人類居住の痕跡と考えられていたが、2007年11月14日、設計文字で記された古代ペルシア語の碑文が発見されたと報道された。碑文はハカーマニシュアサのものであり、三五石にが刻まれていた。ハカーマニシュアサの碑文は通常きれいに揃っているが、この碑文は不規則に並んだ五行の文でできていた。 イラン系メディアによる発見の報道に対して他のペルシア湾岸諸国の報道メディアは秘文が偽造されたものではないかと疑った。秘文は考古学者のが調査しその様子はイラン国営メディアがドキュメンタリー番組で放映した。2008年5月31日、秘文は何者かによって深刻な破壊を受けた。破壊は 鋭利な刃物のようなもので慎重に行われており、破壊された箇所は、非分の70%に及んだ。ハールク島に人類がいたことを示す、考古学的証拠は、1898年に、キャプテン A ・ W ・スティフにより初めて報告された。彼の発見についての研究は、1910年に回、サー及びヘキスフェルドにより出版された。彼らが発見したのは、 切り出された石からなる二つの墓であり、それぞれにアーチ状の出入り口を持つ二十余りの小規模な建築と、これらに連なるメインホールがあった。南側の墓の深さは、くつろいで酒を飲む男性の浮き彫りがあった。また、これと共に損傷しているが、2K と推定される浮き彫りも頂上部が、球場に行った柱の表面にあった。これらの浮き彫りは、 パルミューラのセレーコスチアルシャクアサの様式であるとされるが異説もある。メアリー、ヨゼフスタイブは出土した二つの墓がパルミューラの様式よりもペトラに見られるナバテアの建築を思わせるとした。それまで83基の石を切り出して作られた墓と63基の石柱墓が研究されてきたが、メアリー、 ヨゼフ・スタイブによると、石を切り出して作られた墓は4種類に分けられる。単質のもの、多様な形状の浅いところにあるもの、穴状の墓、そして、ハールク島で発掘されたような多質複合墓である。さらにメアリー、ヨゼフ・スタイブによると、ハールク島の出土母群の中には、ネストリウス派キリスト教の十字架がいくつかあったという。しかしながら、ネストリウス派の文献には、 ハールク島に言及したものがない。また、中心に火を祀る大理石の祭壇を有した役の大きさの粗末な石の寺院の廃墟があった。西暦982年頃に書かれたには良質な真珠を賛する島として言及されている。また、1665年にはフランス人の旅行家が訪れ、カナートが古代の考え跡ではないかと記録を残している。 1753年にオランダが公益所と取り出を築いたが、1766年にバンダリエリーグの総督により占領された。1838年のの際にはイギリスに一時的に占領された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。